ワールドスターなめんなよ。どうもプロスピナーママ芸人のアーナー高谷です。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。ということでね、今日はもうサムネタイトル見れば分かる通り、もう念願のワールドスターダルビッシュ初使用会でございます。ありがとうございます。去年のものは、まあ、一応一回多分使用してるとは思うんですけど、今回はもう僕そのセレダル、今度は新しいダルさんが出るんですけど、そのセレダルが来るまでこのダルビッシュさんをリアタイのガチ話題で使いたいと思っております。はい、まあ能力見れば分かるんですけど、めちゃめちゃ強いんですよ。うん、ちょっと見てみましょう。はい、こちらですね、球威84、制球77、スタミナ84ということで、まあリアタイでもめちゃめちゃ強いし、リーグ的にも申し分ないよねっていう。まあ9スタート落ちだし、制球プラス3すれば、まあオール A 乗るということですよね。まあ勝利の師匠でもいいですよね。で、今回ちょっと無凸でございます。はい、ダルビッシュさんが今のところ A ランク2枚手に入る予定です。で、1枚はいるんですけど、もう1枚は確か、ログインボーナスでもらえるのかな。で、限度少しを3枚ぶっ込む予定でございます、このワールドスターに。はい、で、まあ一応セレダルが来て、まあ取ったら、まあ取るんですけど、で取ったら、継承すると。まあこのワールドスターダルビッシュさんはまあちょっとおさらばという感じになるんですけども、それまでは、僕はもうガチョウダで使っていきます。はい、でまあこのね、マイル10っていうのが実はこの、まあスラーブもいいし、スラカットもいいし、まあこのスプリットもいいんですけど、シンキングファーストもね、あの結構いいんですよ。そう、あのたまに入れるシンキングファストって結構打ちにくくて、そうだからね、そこはちょっと僕今日試してみたいと思います。うん、で奪三振20丸、キレ、回対ピンチということで、まあキレ、まあこれがめちゃめちゃいいんですよね。あの変化球の曲がり始めが遅くなる、これはもう外小馬さんで実証済みです。はい、もう僕外小馬さんキレついた時本当に打てないです。はい、で打者のミートも中ダウンしてくれると。でタイピン、まあ、ピンチ背負ったら、まあ、ミートショーダウン、パワーショーダウンだよと、いうことでございます。まあね、このタイピンで変化の能力も、変化球の、幅も上がるので、これ強いと。まあ、脱三振だけちょっといらねえなっていう感じだね。ツースだけ追い込まないと発動しないってことですよね。ということでね、まあ、このダルビッシュさん、私大野高弘、今日はねスピ3850、まあ、全然、使えます。これでちょっとね1試合やっていきたいと思います。絶対に抑えます。はい、これでワールドスターダルビッシュを、まあ、偽物だとか外れだとかもう言わせません。はい、ぜひとも最後までご覧ください。よろしくお願いします。それではいきましょう。模擬戦で、ね、ちょっと試してみたいと思います。まずね、このスラーブ、まあ、これがねやっぱり重要なんですよね。これをまあここら辺に集めていく、そここら辺に集めていくと、まあ打者が振りやすくなるね。で、まあ同じとこにスプリットとか、まあこれもまあ A ですよね。そう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 。で、まあやっぱカットボールかな。このカットボールも結構いいかな。そう。で、カットボールの変化量を見せて、スライダーで、うん、これまあ、本当は振るよ、多分。で、シンキングファストを最後に持ってくると。これがいいんですよ。このね、シンキングファーストの曲がりが結構いいんですよ。そうそうそう。で、あと、まあ、このスローカーブなんですけど、これは絶対使わないでください。これマジ意味ないです。はい、これはもう意味ない。僕はスローカーブは投げないです、絶対に。いいっすね。まあちょっと、で、ストレートもね、156キロってことで、まあ高めに投げとけば、まあ押せるよっていう話です。そう、ここら辺の高めも156キロはめちゃめちゃ速いんで、球威も A だしね。これ振るよ。これ絶対振るから、もうリアタイだったらね。そう。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、まあいいでしょう。本番行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、穂高さんよろしくお願いします。名人の方で打率4割5分。めちゃめちゃ試しがいのある方です。はい。絶対に抑えるからな。GO! さあ、まずはバッティングでございます。1番イチローですね。まあ、1番イチロー最近固定してるね、やっぱり。イチローはね、やっぱり打ちやすいっすよ。で、イチロー出てる。あ、イチロー出てる。高弾道なんでホームランも出やすいよと。
うん、マー君、今年どうしたんかね。あーやべえ、打っちゃった。なんかマー君今年調子悪いだなんだと言われてるけど、防御率結構低い方なんですよね。そう、この前見たんだけど確か低い方ではあった。うわ、イチローエグ。まあね、マー君はね、俺なんかそんなに、悪いとは思わないんだよね。で今この撮影日に今涌井さん先発してます。はい、ギータに変態ホームラン打たれましたけども、今のところ4回、終わって2失点ですね。ナイスピッチでございます。ほんとね、涌井さんには頑張ってほしい、マジで、絶対勝ってほしいです。はい、最高。まあ見えてもう2スプレー、俺を倒そうと思ってるんですか、穂高さん。はい、ありがとうございます。落ちるよ、落ちないか。さあ、ワールドスターダルビッシュの底力を見せようか。最後、イチロー、キレついてるやん、もう強いよ。キレついたらえぐいから。ここのね、スラーブとか全然打てないですよ。そう、ここね、マジで打てないですよ。で、スラブの変化量とこのスライダーの変化量を合わせていく。これ全然打てないです。全然打たれないです。はい、で、丸さんはまあちょっと超広角ついたから、まあちょっと内角に攻めていく感じで。そう。だから言うてるやん。言うてるやん、だから。大野ちゃん。強いよ、ワールドスターもっていう。俺言うてるよ。あー、まあこれはしゃあなし。まあここはしゃあなし。なしてんの、これはしゃあなし。俺強い言うてるからね。まあパリ系でいいかな。ちょっと外角で遊んで、パリ系で流させる感じ。パリ系で流させようかみたいな感じだね。あー、ちょっとやめよう。定位置でいいや。内角で攻める。これもう手出ちゃうのよ。で、ここのスラーブ、これ強いですよ。はい、ありがとうございます。ワールドスターダルビッシュ、かなり強いされます。さあ、大谷君ちょっと援護してあげようぜ。ちょっと黙ります。はい、もう本当に援護したいから。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で迎える。はい、ありがとうございます。ショウヘイオーチャーニー、ナイスタイピンついてるね。いいよ、全然いいよ、かかってこいや。日本の王者村上。さあ、一打先制のチャンス。一点が重い試合展開ですから、ここで得点して勝利を引き寄せたいですね。なるほど、そうですね。わー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 、チーバーロッテ、ララ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 ラ。何しとんねん。もう坂倉さんめちゃ打ちやすいからね。見ててください。もう坂倉さん絶対ヒットさ。ヒット打たなかったことないから今まで。打率10割の男だ。動画で打率10割の男です。行こう。はい、坂倉一郎。さあ抑えましょうか、ワールドスターで。結局ワールドスターマジで抑えに行く。まあまあまあ、あそこはまあ、あえてじゃあ内角のストレート。あー出ないか。シンキングファースト、これ結構迷うんですよ。ありがとうございます。これ結構いいんだよね、このボール。でもう一球カットボール。あー振ってこないか。じゃあ高めのスラーブ。はい、センター取れるよ、取れるよ、絶対取れる、絶対取れる。丸よしひろナショナル。タイピングライザー、まあ、次のバッター誰、鉄とか。申告敬遠でちょっとタイピン出させるわ。タイピン出させる選択。バッターは一塁に向かいます。出ないやないかい。どういうことやねん。うわ、正田から来た、えぐ。テツトじゃなかった。うわ、タイピン出な。えぐいて。まあここはもう、もう絶対に抑えるよ俺は。オッケー、絶対抑えたるんや。ダルビッシュ愛で抑えたる。
狙い、外に逃げるようなボールでした。ここのカットボール、これね、ボール気味でいいよ。あー、これはまあフラグ。ここの必殺外角スラブ、えぐいね、これめっちゃえぐいから。で、高めのストレート、オッケー。柳田来た、タイピン、タイピン、何これ、どうしたの俺のダルビッシュねえ、俺のダルビッシュさんどうしちゃったのよ、マジでタイピン全く出ないやん。ここのストレートがどう、あかんかこれ、あーまあ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 、カットボール、オッケー、ファースト、あーまあ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 、タイピン出そう、タイピン、タイピン、ナイス、あーまあ大だ、タイピン、おいタイピンどうしたんだよマジで、どういうことやねんこれ、ほんとどういうこと、前進、前進でいく、オッケー、最後タイピン出て終わろう、最後タイピン出て、何してんだよ、帰れ、絶対抑えてるわ、なるほど、そうですね、三塁線ファウルです、次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね、はい、打った、オッケー、ナイス、ナイス、ワールドスターダルビッシュ、ただタイピンの場面見せたかった正直ただ名人にね、参るよと、ワールドスターでも全然参るんだよっていうところをお見せできたと思います。ありがとうございました。ダルビッシュ愛です。